調子乗ったサクサクしてるのがもうお箸から伝わってきます。こんにちは、くまみきです。今日の動画はおうちディズニーやっていきたいと思います。はい、というわけでですね、ディズニーのチュロスのレシピが公開されたっていうのでめっちゃ話題になってて、で私もすっごい作りたくなっちゃって、もう食べたくて食べたくて、あの味が食べたくて、今から作ります。ちょっと邪魔だから取りますね。でネットで公開されている作り方とか材料とかを元にね、頑張っていこうと思うんですけど、材料がこちら。お水 240cc、 バター大さじ8、だいたい 100g です。すっごいバターの量多くない？大丈夫かな？私これ一人暮らしだけど大丈夫かな。塩小さじ1/4、シナモン小さじ1/4と1/4、これはなんか分けて使うみたい。中力粉 150g なんですけど、うちに中力粉がなかったので薄力粉と強力粉を半々にして合わせてふるっておきました。卵3個、油が、揚げる時の油が 360cc なんだけど足りない気がするので、うちにあるオリーブオイルとかもう使うかも、ちょっとわかんない、頑張る。砂糖 100g、 明らかに太る材料ばかりですが、こちらで作っていきたいと思います。お鍋にお水、バター、塩、シナモンを入れて火にかけます。バターを水で火にかけたことなんてないんですけどすごい心配。これで沸騰させます。はい、沸騰してバターも溶けました。こんな絵は見たことないよ。これを弱火にします。ここに中力粉を入れます。私は小麦粉と強力粉ですが、でこれで混ぜるんだって。混ざってくれんの？これ不思議。でこれがまとまってボール状になるまでって書いてあったんだけど、ねちょねちょーん、粉っぽいところが結構残って難しい。あーでも、あ、もうチュロスの匂いしてきた。早いけど、シナモンとバターのいい香りがしてきました。幸せ。最初結構ベチャベチャしてたんだけど、いい感じにまとまってきたね。まとまったんだけど、ちょっと粉っぽいとこが時々ダマがあるので、それ潰すのを頑張ってます。今だいぶいい感じになったかな。はい、こんな感じになりました。でこれで火から下ろして5分から7分くらい休ませます。はい、じゃあ5分くらい経ったので、ここに卵を入れていきます。1個ずつね、こんな感じで別の容器に入れて割って、で入れて混ぜる。どうなるんだろう。もうちょっと冷ました方が良かったかな。結構湯気が出てくる。これあんま熱いと卵固まっちゃうもんね。もういい感じに混ざったんで、もういっか。卵2個目。これすんごい量できちゃうけど、冷凍保存とかできないのか。揚げないで生地のまま冷凍保存しとけばいいのか。まあいいや、全部揚げてしまおう、今日は。卵3つ目。これでもう混ぜるものは全部混ぜたから、あとは袋に入れて絞って揚げるだけだ。作り方としては結構簡単だよね。あとはうまくいくかだよね。めっちゃいい感じにまとまりました。でこれをね、絞り袋に入れていくんですけど、ここの口ちょっとうちにね、太いのがなかったからかなり細いのできそうなんですけど、丸じゃなくてこういうギザギザがしっかり入ってるやつ、星型っていうんですか、そういうのじゃないとね、爆発するかもしれないって書いてありました。うちに丸の太いのあったんだけど、これでやってみます。全部入らないんじゃないかな。詰めれるだけ詰めていきましょう。ダーン、山盛り盛り盛り、入った、ででーん、できた。それじゃあ揚げていきます。ちょっと鍋じゃなくてフライパンにしてみました。いくぜ。ちょっと絶対細いんだけど、おりゃー、いつ切ろう。切れない、切れないよ、切れない、ついてくる、どうしよう。待って、なんかでなんかで取る、なんかで取る、箸な、なんとかなるかな。長いの作りたい。やだー、むずい。かりんとうみたいになりそうだけど大丈夫。あ、ちなみに油オリーブオイルにしました。もったいない気もしたけど、うちに期限がやばい子たちがいたので。ねえ、これむずい。結構絞るの力いる。よいしょ。あ、ちょっとずつ色ついてきた。あ、サクサクしてるのがもうお箸から伝わってきます。今すっごい長いの作ってる。超長い超長い超長い。あ、やばい、口が取れた、危ない。ちょっと
かな。こう長いやつ長いまま完成させたい。こんなもんかな。焼き色、焼き色、揚げ色、だいたいみんないい感じになってきた。この子だけちょっとひっくり返すときに折れそう。えい、あ、いけたいけたいけた、出しちゃいましょう。いいんじゃないでしょうか。最後できた、あげちゃいます。見てください、この何が何だかとりあえずできたんで、一回これで砂糖とシナモンかけて食べてみようかな。ではこちらですね、揚がったシロス本体、そしてお砂糖とシナモン合わせてふるっておきました。シナモンめっちゃ好きなんで、元々の分量よりかなりシナモン入れてます。これ本当はさっきの袋全部分のお砂糖なんですけど、混ぜちゃったんでここにつけて絡めます。お砂糖たっぷりでこんな感じで、いいね、絶対美味しいじゃん。問題はこれね、この子どうするよ一番長いくねくねさん、ついたついた、いけたいけた、オッケー、出来上がり。はい、というわけで完成しました。めっちゃ美味しそうなんだけど、早速食べたいと思います。いただきます。うん、うんって感じでもこれね、細さをちゃんと本当のディズニーランドにあるみたいな太さで揚げてたら、結構本当にディズニーかも。これ味はちゃんとディズニー感あるからな。あー、余計ディズニーに行きたくなってきた長いやつサムネ撮ってたらさ、折れちゃったでも私シナモンシュガーがほんと好きだわ、美味しい。ちょっとこれでね、お家で作ってみようかなって方は、本当に金口を太いやつ買って作ってみてください。細いのは細いのでね、ちょっとサクッと感が多めで美味しいけど、チロスのもちもち感、もちもちほどじゃないけど、あの感触を出すんだったらやっぱ太さですね。ディズニーランドで食べる、あの空間で食べるから美味しさ増し増しっていうのあるけど、それを除いて普通にチュロスとして考えたら、お家で作るチュロスとしてはすごい全然いいんじゃないかな。めっちゃ美味しいです。それは公式様がね、教えてくれてるレシピを元にしてるんで美味しいですよね。ちなみに今回揚げた分、この量これで一人分超十分だと思うんで、残りがあとこんぐらいあるんですよ。あと何人分できるんだってぐらいあるんですよ。もう夜な夜な揚げてやろうかと思うんですけど、ちょっとこれね、量がマジで多いんで、一人暮らしの方とか、もう少ない量でいいよって方は、半分とか、四分の一とか、三分の一とか、そのぐらいで作るといいかなと思います。最近本当にお菓子作りが止まりません。よかったら皆さんも作ってみてください。というわけで、今日の動画楽しんでいただけたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ちょっと負けず嫌いが今戦っていまして、口にあったちょっと違うやつ使ってみてます。ほぼ丸なんだけど、細かいギザギザがいっぱいあるやつ、さっきよりは太くなるかな。これでオーブンシートにね、ミキ、まあ失敗だけど、どちらかというとクマだけど、これ書いたんで、これでペッてやろうかなと思います。できんのかな、ペッて。怖いな。いきます。どうしよう、あ、無理無理無理、形が崩れちゃう。逆さでえいって入れていいかな。えい、あ、いけた、いけたよ。え、これ可愛くなりそうじゃない。耳離れないといいな。ちょっと空いてるところで普通のもやります。見てみんな、これいい感じじゃない。1回目よりもチュロス感出てる。いい感じです。引き上げます。ミッキーもいい色、やったー。はい、というわけで2回戦目でミッキー作りました。でさ、ちょっとさっきより上手じゃない。これ普通のやつだけど、太さがちょっとだけ太くなって食感変わるかな。いただきます。もうどん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 上達してる。しかしこれ以上太いものはないのでここまでなんですけど、うまいわ。うん、これだと結構満足できるな。ちなみに美味しすぎて1回目に作ったやつ、もうあれ全部すでに食べましたずっと食べながら揚げてた。デブだな。じゃあちょっとこちらのミッキーもね、いただいちゃおうかと思います。うん、形ミッキーにするだけで結構テンション上がるわ。大成功だと思います。
よかった、もう一回頑張ってみて。そんなわけで今日はねチャレンジ動画だったんですけど、今までもディズニーのダッフィーのケーキとかいろいろ作ってるので、よかったらそちらの動画も見てみてください。それじゃあ今度こそバイバーイ。